精一杯やって安定になっちゃったっていう感じ、ね、そうですね、裏一枚乗ってたらまたちょっと感情も違いそうですね。はい、さあ小林の野蛮です。ドラは両品、手配はマンズ一メンツ、まずまず、うーん、白トレはちょっと苦しいか、はい、こいつが3組、ドラは持っていません。お、高見は二メンツ、うん、いいですね、うん、そして秋もマンズで一メンツ、ちょっと苦しい、小林さんと高宮さんが戦えるかなって感じですかね、はい、白鳥さんはね、スーソター打って、あ、これで相当チート率だもん。おお、方針決まったでしょうか、うん、なんと誰の手にもドラも赤もありません。本当だ、通りでどんよりしていると思いましたどんよりしてました、うん、まあ、私と朝倉さんの実況解説の日、はい、いつも雨でどんよりしてるんですけれどもこの曲は手配もどんよりしていました湿度が高いですね。うん、朝倉さんは雨男なんですか？うん、あんまり言われたことないですけど、まあね、湿っぽい人間とはよく言われますね、うん、お疲れ様です。お疲れ様です爽やかですよ今日もね、あ、ドア引きましたよ。あら、ちょっと変わってきましたもう話題変えようとしてるじゃないですかドラ引きは嬉しいですね、はい、あれなんかちょっと1、2、3見えてきた。3色ドラも絡んでくるので完成すれば高くなります。白鳥、おお、高宮さん嬉しい。これはじゃあカンちゃんも取り替えていきましょう。アキさんの手はちょっとね、なんか魅力がないというかストロングポイントがない手ですよね。なんか苦しい街でまっすぐ行くと返り討ちにあってしまいそう。なんかね、どっかにストロングポイントを見つけてそこを伸ばしていく感じでね、進めたいとこなんですけど、何もないですね、あれは。この後の成長にも期待したいところですが、はい、まだわからないですから ね、まあ、赤全部残ってますし、ね、お、一通が見えてきた。ちょっと、お、急にストロングポイント一つ見えました。なんとも言えないスピン引いた。ちょっと思ってたんと違うな、うん、みたいな。前順にランマン切って3色は見切っています。じゃあもうチート一目打ちみたいな感じですね、うん、お、ドラ引いた。これね、残したいんですけど、シャー切るともういってる。あ、キュアが結構安全ですね。なるほど、安全牌まだちょっと受け駒らしきものが残る、うん、はい、小林もドラ使いたい。神谷さん、これは無理だ。たところカンチーマンは残せないところでしたね。もう両ピン切りますか。さようならドラ、はい、イーシャンテンの小林、うん、まあ、小林さんとはいえどね、8巡目にペッてドラ切ってきたんで、さすがにイーシャンテンぐらいは入ってるように見えるかな、うん、やはり親のドラ切りは他の人たち注目。はい、なんかいい子に育ってきましたよ。うん、秋の手いすごい、一通かドラか、めっちゃいい手になったじゃないですか、うん、やっぱりコツコツ育てたいですね、うん、3日合わざればみたいなね、みたいなね。三巡、はい、三巡経ったら全然ね、うん、変わってますから、はい、さて何かしらいい手に仕上げたい。うん、これは選択ですね。ひどいくっつきだと嘘残しで、まあ、手役だと一通残したい。はい、うん、チーマンとパーマンは場に1枚ずつか。ドラを切った、そうですね、いいピン切ってたんでドラ切りが良さそうですね、これは。うん、親も切ってたんで切りやすいです。さあ各選手方針がだんだん決まってきました。といや、高宮さんイーシャンテンにもならない。ねえ、ちょっと停滞してしまった。思ってたのと違う。9万2枚切れです。切りましょうか、これはもう。両ピンも切ってるので、数ピンの横並みも魅力ないですね。はい、テンパイ取らず。あんな薄い9万引いてしまうなんて。もう白鳥さん完全にやめましたね。はい、このメリハリ。あ、頭できた。これでサブロースをウーパーピンのイーシャンテン、高宮一歩前進。うーん、小林もイーシャンテン、白鳥以外の3人がイーシャンテンになっています。さて
どうだ、パーピンがウーピン下取さんに統一を通されてちょっと薄いのかな、うん、まだ残っているな。高宮の欲しいところ、他の人が持ってないですからね、はい、うん、あのパーピンもう一枚切られた場にウーパーピン4枚目が見えました。いらないけど、うーん、どうする抱えてもいいやと、うん、スーソー広くなった、イエスーソー3万の受けが増えます。これは受けは残しそうですかね。ハツは場に2枚切れ満全牌として持っています。うん、ただこっから先の順目に数層とか運送打つのが危険すぎるって判断しましたね。なるほど、ここは少しスリムに、うん、秋さんと小林さんどっちにも相当危ない数層だったんで、まあ、実際2人ともいいシャンテンピンと合ってますね、うん、2人ともにいい数層とスチ層どっちも通ってないですからね、うん、で秋は実際数値層待ちになる可能性ありますよ、うん、さあ誰が来るんだね。いや秋は一回テンパイを崩しています。さあ9万切って受け入れ広く構えました。もう順目も深いんでね、なんか9万残しはやっぱり打点はあるけど受け入れは狭いんで、順目が立つにつれて受け方も変わってくる、はい、この4ピン全員のアンパイ、ね、珍しい。お、当たるピン嬉しい、スッチーピンウッパーソー選べるけど、スッチーピンがスーピン1枚切れ、うん、でウーピンが自分の目から3枚見えてる景色よしとしたか、スーチーピン待ちのリーチです。あ、これ残ってますね、チーピン2枚いるんじゃないですか。スーピンが1枚残ってますね、しっかり残っている。この順目の3枚山は心強いですよ。この形でこの順目に打って3枚残っているのめったにないですけどね。はい、さあ小林赤ウソを持ってきました。ウソは秋のリーチ宣言牌そのまま切っていく、うんうん、まあ、パーソーもさすがに遠いそうでしたけど、より安全にいった感じかな。うん、そして高宮追いつきました。リャンピン現物ウーパーピン待ちの天牌取ることができます。うん、リーチ行きました。これがパーピンが残ってますか。パーピン1枚だけ残ってますね。一発も2,000円、リーチ一発もピンフワカ2,000円、選択バッチリ。なんかあのね、もう何もストロングポイントがないって言った時から見違えましたね。本当ですよ。ね、諦めずにしっかりと育て上げた2,000円で秋がトップ目、うん、トンの4曲です。白鳥の親番ドラはトン、トン場でトンがドラになりました。